畑野祐美智子は、元 TNC テレビ、西日本アナウンサー。夫は、元プロ野球選手の真原隆弘、熊本県八代市出身。熊本新愛女学院高等学校を経て、早稲田大学人間科学部卒業後、2003年、TNC に入社。入社後は、桃もち浜ストアのレポーター、番宣番組、テレビーム TNC を経て、 2004年10月から2007年3月30日まで TNC スーパーニュースのキャスターを務めた。2005年の夏には安藤優子が夏休みのための大役としてキー局である富士テレビの FNN スーパーニュースの司会を西山菊江と務めた。2007年3月31日付で TNC を退職。前年秋講談社発行の写真集刊視 フライデー11月17日号で、福岡ソフトバンクホークスの投手であったマハラとの交際が報じられた矢先であった。なお、退職に際し理由など、旗の党によびテレビ西日本からのコメントは一切なかった。同年12月マハラとの結婚などを挟み、表舞台とは距離を置き今日に至る。マハラ結婚元 TNC アナウンサー旗のゆうみちこさん。西日本スポーツ。 2007年12月4日閲覧ソフトバンクマハラと元女性アナウンサー結婚日刊スポーツ2007年12月4日閲覧ありがとうございます